続き。ぶっ続きで撮って言います。なんか、離婚した理由みたいなやつが出てきたんだよね。これは時系列を合わせないとダメだ。これまだご覧になってないんですね。これってこの。私がやりましたっていうこの発言、これいや、やっぱ今やれないんじゃない？わかんないんじゃない？これはあれよ、ヘルパー送るとこだからまだ出てないんじゃない？違う、これはこの人でいいんだ。コアラ会ってなんだろう。2月3日の午後。あ、違うな。これ誰？これ誰だ？事務所って誰だ？いや、ん？市役所じゃないだろ。これわかんない。なんかヘルパー会社みたいなやつだと思うけど。これは母親だよね。我が子のためにって。離婚した理由のやつじゃない。ん？警察署には一緒にいらっしゃいますか？
この発言全然わかんないね。できないから、あ、これ開いてなかった。母が退院した日、いや分かんなくない？祖母が誘拐を指示した方法なんか俺の知らないところで俺の知らない犯罪が起こってるんだけど、祖母が誘拐を指示したらしいっすよ。知らなかった。なぜ？ん？なんかとにかくこれをやれなんだよな今。ゲーム的にはとにかくこれをやれと言ってるんだと思う。本当？時系列合わせて鍵を集めて証拠を見つけなさいよなんじゃないの。でもこれは今できると言ってんだから鍵と話とは関係ないはずだ。あ、今システム的に考えてる。ストーリーわかんないから、ストーリーわかんなくてこの日本語わかんないからシステム的にこれを3個見つけろということを やるのかやるのか。今答えを探してみようかっていう発言が、やれるもんならやってみろっていう意味だとしたら今じゃないんだよ。無理じゃない？だってやっぱこの人知らないんだもんね俺。この人を知るメッセージをまず見つけないと俺がわからん。だから今やることは鍵を開けるために時系列を合わせるっていうことだと思いますと判断しました。この状況からで、時間軸、退院した日とかってわかるかな？なんかもあったかな？退院とかっていう、ダメだ、手がかりないらしいっす。そう、赤い鍵はもうあれを見つけないと話にならんやつでしょ。紫の鍵がパスワード関係で娘が死んだ日付とか母親が退院なんだっけ病院から出た日とか、これは会話開くのか。今開くんだ。どれだ。学校だ。これが英語教師の話だ。出会って連れて行った家庭、これ全く関係ない人間とも思えないんだけど。あー、でもなんか証拠見つけてる。安定していなかった。怖くなって諦めましたっつってるけど、これこの発言変だよね。すべてあなたの責任です。これ父親か。
かでもこの人が言う発言ではない。なんか別に、あの、なんか完全な他人でもないんだよな。ちょっとこれ誰よ。これもまた別の話がある。あれ、これなんかでも変だね。犯人が名乗り出ました。私がやらせた。これあれじゃん、おばあさんじゃん。さんのセリフは今これだって一番最初よね。一番最初の何もこれもう一つながりになってんのか。2月5日に ここで何かあったか分かんないな。何かあった。この欄になんでこれがあるの？ここ鉄郎が入るのかな？鉄郎とめぐみの関係性、夫婦。そうするとこれ鉄郎じゃなくなっちゃうからわけやからん。この発言誰だ？ばあさんかな？いや誰だ？ばあさんかな？すべて私の責任ですから、からつながるんだろうなこれ。あうあう。なんでつながんねんこれ。ばあさんが。なんか知ってる。
全くこの人が会話に入ってこない。だってこの人の会話を進めるトリガーがないからだ。誕生日、これした日だから、あ違うんだっけ、なんだっけ、あの手紙を持っていてみたいな話がなんかあったよね。あのセリフどこ行った。2月3日あたりだと思うけどな。どこだった、どこに見つけた俺はさっきのやつを。パスワード、パスワード、これ？あ、ちゅ、あ、合ってる。これか、沈黙？誰だ、誰だじゃないよ、母親じゃなかったっけこれ。これ解決パートっぽいんだよな。から沈黙、わかんねえ、わかんねえ。
あ、これだ。今日誕生日ですよね。だから、これよりも後の話よ。2月6日。2月4日だけど、いやでもこれは同じ日かどうか分かんないからね。言い忘れたことがあります。だから一番最後でいいと思うけど、これ合わせれるとかか。なんだろう、幼稚園かな。いや、娘がって言ってんだよな。これがずっと謎の人物だから、この発言が誰か分かんないんだよ。なんか父親ではないだろうけど、この人物に関する話が一切他の人が出てこない気がしていて、この発言あれじゃないの？父親じゃないよ多分。バーバーだよ。で、ごめん、お父さんって言ってるよ。何これ。まだわかんねえ。まだ何言ってんのかわかんねえ。私は何を勧められるのかな。構いませんってなんだ。構いませんって何からかかってんだ。これ2月5日でしょ。これ2月3日でしょ。あれ ?5 日。あれ違う。あれなんか、日付を勘違いしてる。ちょっと待って。2月5日に誘拐が発生して、2月4日になんでこの話してんの？2012年だこれ。いや、2012年って何？この日だけどね。この日以降だけどね。
あ、し、え、失踪、失踪事件が起きたのが2012年2月5日。その頃にはもう母親がとっくに死んでるけど、だこれ違う人なんやな。配偶者死んでて、で、再婚？これさ、この母の会話って一つもないんじゃろう。だってそしたら死んでんねん、死んでんねんもん。面白だからこの辺全部再婚したあーなんやめぐみさんの会話に全部持っていかないといけないのか。と思ったんですけど、このアイコン変えらんないんで、あれ？ああ、だから、ちゃうね、ちゃうね。これが、なんだ？あの名前ではない。これか。この名前ではないよ。で、それはめぐみさんでもないよ。なんか誰か再婚したよ。ほんで、元の母親は思い出としか出てこなくて、この人が兄の存在を知らなかったなんてことある？兄と妹がいて、母親が死んで、父親は離婚してて、兄が、え？なんかそれをヘルパーの人が世話してて、あと娘がこの人がなんか引き取って、兄が、そんなことある？そんなわけある？この人が兄の発言って全くしてないのかな。誰よ。
車椅子。娘を産んだ、あれなんかダメだ、俺の考えてること点で違うな。いや、あるんじゃない、その長男と娘は別の母親から生まれてるはありえるんじゃない。もう市役所の内容がおかしくない、そしたら再婚してるとか書いてないやん。かん、わからなくなってきた。これ誰の発言なんだ。この発言誰だ。あれわからんなった。これの発言がわからん、誰？なんだ？繋がっちゃった。てか繋がっちゃうのか？これさ、適当にそうとしてるだけでも上下関係絶対つながる場所出てきちゃうのか。あー、攻略法だこれ。使えるか、なんか詰まってるし。あー、これ使うべきだったんだ。なんか頑張りたい人は頑張ればいいし、なんか一通りつながってきたね。っていうか本当にほぼ一つながりになったね。これ繋がらないってことはまだ隠れてる何かがあるってことだ。あ、てかこれ3時33分でしたわ、あれじゃないの、あのめぐみさんがなんか記録が来ていたからっていうセリフじゃないの。あ、だよね、そうだよね、ここだよね。人がか、そう、俺がパート1で言った、パート2の頭が冒頭で言った、誰が言ってるか分かんないセリフって記憶に残んないよねっていう、まさにそこをついたゲームだよね。
喋ってる人が違う人だって思ってるから繋がってないだけで、この発言誰が言ってるでしょうかっていう観点にするとバシッとハマるのよ。なんかこの人がこういうことを言っているっていう捉え方をしてるとハマるんだこのゲーム。まあ再婚とかいうよくわかんない構成になっちゃったけどね、俺のやつだと。兄のことを知らない娘の生みの母、育ててるのがめぐみさんで、本当の母親はもう死んでて、父親は離婚してて、そして再婚した相手だけど名前が分かんないけど、市役所の届けにそれが載ってないのがどうしても気持ち悪くて、フェイクなんそんなことある、どこだっけ市役所、これが意味わからん。いや違うよね、この書き方しててこの二人が違う人から生まれてきたっていう発想にならないだろ。証明書なんだからこれ、二人とも産んでんのよ。二人とも産んでんけど、産みの親はいて死にました。その後別の母親がいたけど、この時点でなんでか知んないけど、翔太はもうなんかいないものとして育てることになったらしいっていう。話、翔太は これそのままでいいのかな、そういうことなのかな。応援に行った時だけ3人で会えるよねみたいな世界なの。なんだっけ、退院した日、それは分からん。松田、
あ、今鍵開けられるのか。忘れてた。何開ければいい？鍵で開けられるもの、鍵で開けられるものは、これか。わかんねえ。開けようか。誰だ。サイ、このサイの絵があるからサイカっていう名前にしたの。なんだこの話。あー、なんかローカライズ頑張ったね。なんか重要そうな発言やけど。108日ってこれ計算しないと死亡日わかんないのかもしんないね。あれ？ちょっと、これ。この人、え？この人を発言者変えられないってことは、元英語教師。誰？この発言がいつかが分かればな。これ死亡したんですの続きよね。とっくに死んでるんですのところ。あれ？とっくに死んでるんですって、ババアに持ってっちゃったんか俺。違うな。これババア確定になってんね。あれ？確定になっちゃってるのよくわかんないな、これ。ん？あれ？なんか、発言が全員確定になっちゃった。あ、いや、なんかあるな。これも変えられるけど、あれ？なんか確定入っちゃったんだ。なんでだ？なんでだ？この発言、この人で確定する要素を俺も何一つ見つけたいんだけど。これとこれ、うん、これがこっちで、これがつながるのね。
なぜだ？なんかこの辺なんか本当の親子って誰なのみたいな感じになってんだよね。これってこれが父親でこれが父親でだからこれ誰？なんでこれがこれじゃないんだろう。一旦この辺にしましょうか。分からなくなってきた。面白くなってきた。